どうも、井森先生です。どうも、トシです。はい、はい、トシ、はい、早速ですが、こちらを見てください。はい、はい、はい、こちらです。うん、これ何？うわ、あったね。あったよね。これいわゆるだからカイロだよね。カイロだよね、うん、で、カイロにも種類があったと。はいはい、あー、はいはいはい、こうやって二手に分かれるやつをね、こっちがだから並列カイロ。並列カイロ、はいはい、こちらがこれ一つなぎになってるやつね。これが直列回路。直列回路だよね、うんうん、ここでさ、うん、電流とか、はい、電圧とか抵抗とかいろいろあったよね。電流、電圧に着目して、はいはいはい、この2つにどういう違いがあるのってことを勉強していきましょう。はい、はい、それでは本日の課題です。直列回路と並列回路は何が違うだろうか。はい、ということで、はいはいはい、こういう風に、うん、回路図といって、はい、先ほどのもの、まあ、豆電球はね、丸にバツのやつもあるけども、うんうんうん、こんな感じで回路がありますと、はい、もう一回確認で、うん、回路図で見てみましょう、はい、こちらの回路を何回路って言いますか。こいつ一つなぎのやつが直列回路。はい、直列回路ですね、はい、こちら側二手に分かれてるタイプ、これを、うん、これを並列回路。はい、並列回路と言います。はい、で、うん、ここはいはい、計算問題あるよね。多いのよ。多いのよ。ややこしいし。そう、今日はこの計算問題ができるようになるために基礎の基礎を押さえていきます、うん、はい、うん、じゃあ何が違うのかってところ、はいはいはい、直列回路では、ほう、何々はどこでも同じ。どこでも同じ。何々、何これ。はいはいはい、何々ね、あったね、これ。何々は一緒なんだけど、何々は何何何何は何、これや、どっちだっけな、はいはいはい、多分みんな悩んでると思う。そうだよね、うん、これだから直列回路でしょ、うん、電流かな。電流が同じなんだね、うん、同じ、はいはいはい。だけども、うん、電流ともう一方あるとしたら、あ、電圧、電圧は、はい、足し算で計算するんです。じゃあ例えばどういう場合にこれ使うのと、はい、ちょっと文字だけ見てもイメージが湧かないと思うんだよね、うん、こちら見てね。ほう、こちら、はい、今電池の電圧、電源の電圧が 5V です。はい、ここには 3V かかってます。ほうほうほう、ここは見えないね、うん、ここは 0.2A 流れてる。じゃあまずここ調べていきましょう。はい、R1 の両端にかかる電圧何ボルトですかと。はいはいはい、ここにかかる電圧のことですね、うんうんうん、ここ3ボルトです、はい、ここ5ボルトです、はい、足し算で計算なんだね。はいはいはい、ここ足すここがここになる。なるほどね、そういう意味の足し算、うん、じゃあトシ、はい、ここ足すここがここになる、うん、ここは 5V、はい、ここは 3V、はい、ここ足すここが 5V にならなきゃいけないとするならば、うん、R1 の両端にかかる電圧は何 V ですか。こいつはだから 5-3 で 2V だね。 2V だよね。 OK かな、うん、3足す2で5になる、はいはい、だから電圧は直列回路の場合足し算です。なるほどなるほど、はい、じゃあ電流はどこでも同じと書いてありますね。今ここに 0.2A 流れてます、うん、これがここ R2 に流れる電流、うん、何アンペアですか。同じって言ってるもんね。そうだよ。ってことは 0.2A 0.2A という風になります。はいはい、OK ですかね。はい、はい、これ1個だけ見たら分かる、うん、ただこっちとまた違いがあるんだ ね。はい、じゃあ並列回路はどんな違いがあるかっていうと、はいはいはい、並列回路では何々はどこでも同じ、はい、全く似たような文章だけどね。はい、何々こいつも違ったんだよね。違うんだよね。だから電圧の方じゃ、電圧はどこでも同じなんです、はいはい、ややこしい、ね、ややこしいよね。はい、で何々は何々で計算、はい、これもだからこれだ。はい、逆に、うん、電流は、電流は足し算で計算。はい、足し算で計算となります。はいはい、はい、じゃあこの文章をどう使うの、使い方分かんないと絶対テストでね、うん、取れないですので、こちらで確認していきます。はい、はい、今ここ5V、はいはい、ここに 0.2A 流れて、ほうほう、でここに 0.3A 流れてます。あらあら、はいはいはい、はい、R4 の両端にかかる電圧、 R4 だね、うん、ここにかかる電圧、ここ 5V です。はいはい、何 V ですか。
電圧は一緒だから一緒5ボルトだね。5ボルト、はいはい、なんだよね。ここが5ボルトになります。はい、まあ、じゃあ R さんに流れる電流、電流の方ね、はい、はい、これは、うん、足し算、足し算、ここに流れる電流足す、ここに流れる電流がここになります。はい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 、はい、そうすると R さんに流れる電流は、だ 0.3 引く 0.2 だから、そうだ、ね、0.1 アンペアだよね、うん、ここ足す、ここがこれになればいいね、はい、今 0.2 です、うん、ここに何かがあって0.3 になるんだよね。そしたらさっきトシが言ってみたいに、ここ引くここで 0.1 になれば 0.2 足す 0.1 で 0.3 になる、うん、そういう意味での足し算なんだね。 0.1 アンペアです。 OK、はい、ですかね、はい、これもごくややこしくて、うん、なかなかイメージとか湧きにくいよね。イメージ湧きにくいんだよね、うん、例えばここなんでってなるんだけど、そうそうそう、なんとなくね、うん、なんとなく電流は水の量みたいなイメージ、うん、はいはいはい、ここからなんか流してるんだよね。なるほど。バーって電気がで流れてます、電気が流れてんだけど、ここに川だと思ってもらって、うん、ここで分かれるんだよね。あ、二股に行く、二股にバーって電流が分かれると、だから水の量が分かれる、分かれてんだよ。だから 0.2 こっちで行ったら、うん、当然ここ 0.3 なわけだから、はいはい、0.1 だけ分かれて合流してこうなってます。うん、なるほどね。一方こっちは、0.2 がそのまま一本道だもんね。分かれない。だから水の量でいう電流は変わらない。なるほど。みたいなイメージ。はい。だけど電圧って本当に合ってんの？うん、いやそう、気になるね。気になるよね。うん、電流も本当にっていう。そうよ。うん。ところあると思うので、うん、確認していきましょう。はい。ということで、はいはい、まずこれは何回だったっけ？うん、こいつは直列回路、直列回路だよね、うん、で、例えばね、はい、ここに流れる電流が 0.3 アンペアだとしたら、うん、ここには何アンペア流れる、うん、電流は水の流れ量一緒だから 0.3 アンペア、うん、0.3 アンペアだよね、うん、で、電圧がどこ足すどこがどこになるんだっけ、ここ足すここがここになるんだよね、はいはい、本当にと、本当によ、確認していきましょう。はい、じゃあまず、はい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 、ここの電圧を測りましょう。これ、はい、測ると今これ、うん、何ボルト、これが今これ3ボルト、今回こっちに接続したんだよね、うん、3ボルトにやったから、やってるからこの下を読めばいいんだよね、うん、だからこうマックスが3ボルトってことだよね。そうだね、はい、で 2.7 ボルトぐらいかな、7ボルトぐらいだね、はいはいはい、2.7 ボルトだから、ここが 2.7 ボルトなんだね、はい、ここ調べていきましょう。はい、このようにつなぎました、うんうん、じゃあ見てみると 1.6 ボルトだよね、 1.6 ボルトになってんだよね、うん、ここが 2.7 ボルト、 2.7 ボルト、ここが 1.6 ボルト、 1.6 ボルト、うん、ここは何ボルトだと予想される、足し算だもんね、ここ足す、ここが、ここ、ここ2.7 1.6 ってことは 1.1 か、 1.1 になるはず、うん、なんだよね、うん、本当になるかなってことで確認していきましょう、はいはいはい、ここが 1.1 はこの辺だよね、うん、この辺に本当になるの？接続していきます。はい、はい、じゃあ行きましょう、行きます、よいしょ、おお、なったね。だな、確かに足し算なんだね、うんうん、確かにね、ここ電圧は足し算だったね、うん、じゃあ続いて、はい、並列回路確認していきましょう、はい、はい、ここに、並列回路が二手に分かれてるね、うん、こんな感じで分かれてると、うん、じゃあトシちょっと質問で、ここが 2.7 ボルトだった、うん、はいはい、ここは何ボルト、電圧は変わらないもんね、そうだよね、並列回路では電圧は変わらないんだよね、はい、ここが 2.7 ボルトなら 2.7 ボルト、そうだね、じゃあ電流だ、はいはい、問題の、はい、はい、まずね、うん、ここに流れる電流、はいはい、二手に分かれる手前のここに流れる電流を電流計を接続しました、うん、じゃあこれどうなってるか見ていきましょう、はい、はい、トシ、はい、どんな感じ、今こいつはこの 500mAにつながってる、ね、そう、500mAにつながってるね、うんうんうん、そしてだからこの100って書いてあるこの上の方で、おちょうど500ぐらい、そう、ちょうど 500mA 流れてるんだよね、うんうんうん、はい、流れています、ここが500だったもんね、うん、
ここの500で、ここ上の部分、ここに接続しました。はいはい、じゃあ見ていきましょう。だいたいこれが240かな。240だね。ここ500につながってるから240ぐらい。はい、で今ここが何アンペアだった？500mAうん、ここが240mA、うん、でここが500、ここが240、うん、はい、ここどうなる？足し算だもんね。足し算、どこ足すどこ？ここ足すここがここになる。ここで分かれるんだってよね、水の流れみたいに、うん、500ありました、こっち240来ました、残りは260になるはず、うん、はずだね。なるのかなっていうところで確認していきましょう。はい、実際に260mAになるのか、うん、いきましょう。いきます。ほい、はい、おお、ほぼ 260mA だね、うんうんうん、だから先ほど言ったみたいな足し算なんだよね、はい、ということで今実験で確かめたように、うん、ここは一緒で、ここ足すここが電圧はこうなる。そう、電流は二手に水の流れみたいに分かれる、うん、ということが分かりましたね。はい、はい、それでは本日の勉強終わっていきましょう。どうでしょうか、はい、いやマジややこしいよ。ややこしいんだよね。でも電流はでも水のその量水の流れみたいな、はい、イメージで言うと確かに分かりやすい。そうで、電圧はその逆なんだよね。そうだね。電流が分かれるときは電圧は一緒、電流が分かれない一緒の時は電圧が分かれるみたいな感じで覚えると分かりやすいかなと思います、うん、ここは慣れが必要なので、ね、頑張ってやっていきましょう。はい、それでは本日の勉強終わります。みんなも頑張って勉強しましょう。それではまたね。